こんにちは、月ティビスコバです。よろしくお願いします。今回は GU の定番系の T シャツ、ワイドフィットティー、ルーズフィットティー、コットンクルーネックティー、ドライポンチビッグティーの4型を購入してきたので、シルエットや素材感など商品レビュー、着用レビューしていきたいと思います。ということで、買ってきた T シャツがこちらです。この4型を購入してきたんですけど、比較しやすいように全部サイズは XL サイズの、カラーはホワイトを購入しました。あと着用レビューなんですけど、シルエットが分かりやすいように、以前紹介したナイキのテックフリースジョガーパンツ、もうめっちゃおすすめの、どんな素材でもどんなシルエットの T シャツにも合う、このパンツで全てコーディネートしていきたいと思います。ちなみに今着てる T シャツはヘインズのビーフィー T シャツです。これもめちゃくちゃおすすめです。ということで、まず一型目がこちらです。ワイドフィットティー5分袖です。価格が990円で、カラー展開10色で、サイズが XS から 3XL サイズまでです。素材はコットン 100% です。シルエットなんですけど、商品名にもある通り身幅がワイドタイプ、一番 GU の中でも広いタイプになってます。着丈は割と短めです。素材感なんですけど、結構ヘビーウェイトな、割と武骨なガシッとした厚手の T シャツになってます。素材感かなりしっかりしてます。ユニクロ U の定番 T シャツに近いんですけど、それよりさらにもう少し厚いような気がします。首元はこういった感じです。ボブ袖になってて、肩のラインも結構落ちてます。そして胸ポケット付きです。早速着てみたいと思います。僕は身長178センチの70キロにワイドフィット T シャツを着用してます。まず一型目なんですけど、商品名にもある通り身幅がめちゃくちゃ広いです。もうまさにトレンド T シャツという感じで、袖もボブ袖なんで、かなりオーバーサイズで着れます。あとこの T シャツがいいのは、こうやって身幅大きいんですけど、着丈がそんなに長くならないので、割と身長が低めな方だったりとか、トレンドのワイドパンツとかと相性いいと思います。あとこの武骨な素材感がちょっとタフなストリートっぽくてかっこいいです。この素材感とこのトレンドシルエットで990円はかなりお買い得だと思います。個人的にはワイドシルエットのデニムパンツとかとアメカジっぽく合わせてかっこいいんじゃないかなと思います。続いて2型目ご紹介します。続いて2点目がこちらです。ルーズフィットティー5分袖です。価格が990円で、カラー展開全部で10色あります。サイズ展開は XS から 3XL までです。素材はコットン 100% でできてます。シルエットはこれも商品名にある通りかなりルーズな、身幅はこのワイドフィットティーまではないんですけども、割と広めで、着丈は GU の中でも一番長いタイプです。袖が5分袖なこともあるし、ワイドフィットティーよりさらに肩に落ち感があります。あと素材は同じコットン 100% なんですけど、スムース素材を使用していて、全然素材の雰囲気が違います。かなり滑らかな、生地感ちょっと薄くなってしまうんですけど、すごい柔らかくて肌触りがいい T シャツです。首周りこういった感じです。この T シャツも胸にポケットがついてます。あと裾なんですけども、サイドに少しスリットが入ってて、後ろの方が着丈がさらに長くなってます。それでは着てみたいと思います。僕は身長178センチの70キロにルーズフィットティーの XL サイズ着用してます。これはまず素材がめちゃくちゃ気持ちいいです。肌当たりが滑らかで、かなり落ち感のある T シャツです。着丈もめちゃくちゃ長いです。これはまさにこういうテック系のパンツとかと相性いいんじゃないかなと思います。ユニクロでいうとエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツに近いような素材感なんですけど、あれよりかは生地は薄めです。袖もかなり長めですし、身幅も結構広さがあります。これ1枚でもいいんですけど、オーバーシルエットの羽織だったりとか T シャツとかシャツのインナーでレイアウトするために着ても良さそうです。結構素材感がなんか繊細な感じがするので、洗濯繰り返した時にちょっと頼りがいがなさそうな、大丈夫かなっていう感じはあります。首元はさっきのワイドフィットティーより詰まった感じがします。かなりリラックスしたルーズな感じです。着心地はもうバッチリです。ルームウェアとして着るのも良さそうです。なのでちょっと洗濯してよれてきたら室内着にしたりとか、それこそ裾見せるためのレイアウト用に個人的には着ていくかなと思います。続いて3点目がこちらです。コットンクルーネックティー半袖です。価格が790円で、カラー展開全部で10色あります。素材はコットン 100% です。このタイプはシルエットが身幅も着丈もほぼレギュラーシルエットです。シルエット的にはユニクロ U の定番 T シャツに近いんじゃないかなと思います。で、素材感もかなり似てます。ヘビーウェイトで武骨な感じです。一番最初に紹介したワイドフィットティーの素材感に似てます。ただ少し薄いです。首元のバインダーは一番しっかりしてる感じがします。肩とか袖もほとんどレギュラーに近いんですけど、言ってもトレンドの少しはリラックスしたラフなシルエットになってます。今時のベーシックなクルーネックティーという感じです。これはシンプルにポケットとかもついてないです。こちらのレギュラーフィットのタイプです。この生地感で790円はもう半端ないんですけど、ユニクロ U のクルーネックティーが1000円なので、この200円差を、どっちを選ぶかっていう感じだと思うんですけど、早速着てみたいと思います。コットンクルーネックティーの XL サイズ着用してみました。もうこれはまさにもうベーシックなシンプルなシルエットになってます。
ます。まあと言っても大体 XL ということもありますけど、若干のゆとりはあります。もうユニクロ U のクルーネクティにかなり似てます。そしてこれ一番安いんですけど、丸胴編みって言って胴体部分に縫い目がないタイプになってるので、なんかシルエットの出方とか着心地もいい感じです。生地も程よくしっかりしてるんで、1枚でもインナーでもどっちでも使えると思います。もうベーシックに T シャツ着たいとか、ジャケットのインナーとか普通のシルエットのシャツのインナーに着るにはもうこれが一番使い勝手いいと思います。首元はこちらも割と詰まってます。まあ、この価格でも十分1枚で入るような生地感とシルエットになってると思います。最後4型目がこちらです。ドライポンチビッグティーです。価格が1490円で、カラー展開全部で11色あります。サイズは XS から 3XL まであります。素材はコットン 50% ポリエステル 50% でできてます。今までの3つは全部コットン 100% だったんですけど、これはポリエステルも入ってます。シルエットは身幅も着丈もレギュラーと一番ワイドなタイプのちょうど中間あたりになります。まあ、これは価格が1個だけ上がってしまうんですけど、素材感こういった感じです。ポンチ素材といって結構張りのある滑らかな素材になってます。さっきのルーズフィットティーよりまだしっかりしてて、まあ、価格が上がるだけあって滑らかで上品で光沢があるかつしっかりした感じがします。これはシワになりにくそうな感じです。首元のバインダーはこういった感じです。肩は少し落ちてるんですけど、最初の二肩に比べると割と落ち着いてます。袖丈も若干長めという感じです。このタイプはポケットがついてないです。ラベルはビッグフィットのタイプです。身幅も着丈も長めなんですけども、かなりなんかバランスが取れた感じがします。それでは早速着用してみたいと思います。ドライポンチビッグティーの XL サイズ着用してみました。着心地はルーズフィットティーに似ててめちゃくちゃ滑らかで着心地いいです。あとこの T シャツは吸水速乾が入ってるらしくて、梅雨時期とか、まあ、夏とかも快適に着れると思います。もうシルエット的にはもうまさにさっきもお伝えしたんですけど、身幅と着丈が程よくオーバーシルエットという感じです。ユニクロ U のオーバーサイズ T シャツに近いかなと思うんですけど、定番系のコットンクルーネクティの次に割と落ち着いた形になってると思います。なのでルーズフィットとかみたいに極端にオーバーサイズみたいなのはいいかなっていう人とかは、これぐらいがちょうどトレンドのいい感じのオーバーシルエットになってます。かなりバランスが取れてて程よくゆとりがある感じです。まあ、金額は少し上がるんですけど、まあ、その分素材感だったりこのシルエットも個人的にもおすすめです。ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T よりちょっと着丈が長く着れるかなと思います。なので価格はエアリズムのタイプに近いので、着丈が短い方がいい人はエアリズムのタイプの方がいいと思います。これも割とテック系のパンツだったり、先日紹介したユニクロのテック系のショートパンツとか、ノースエースのバーサタイルとか、結構ショート丈のコンパクトなパンツとかのテック系の素材と合わせやすいと思います。ということで GU の T シャツコレクション、まあ、定番なものからかなり極端なトレンドによったオーバーサイズの T シャツもありますし、まあ、価格的にもかなり手が届きやすい、試しやすい価格になってるんで、まあ、価格が安い分ちょっとね、まあ、洗濯とか繰り返すと耐久性少し弱いやつもあったりすると思うんですけど、ぜひ気になるものがあればお店や動画の説明欄にも商品のリンク貼っておくんで、よかったらチェックしてみてください。ということで、このチャンネルでは月ファミリーおすすめのファッションアイテムやライフスタイルグッズ、 YouTube やインスタでご紹介してますので、よかったらチェックしてみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。